アブナーダブルデー、アブナーダブルデー、A、アブナーダブルデイ、1819年6月26日から1893年1月26日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では、北軍の将軍だった。サムター要塞の戦いで防御側として、最初の砲撃を行い、南北戦争を始めることになった。 ゲティスバーグの戦いの初期戦闘で重要な役割を果たした。ゲティスバーグはダブルデーにとって最高の時だったが、ジョージ・ミード少将に解任されたことで二人の間には長く続く反目が生まれた。ダブルデーは戦後サンフランシスコで現在も使われているケーブルカーの特許を取得した。晩年はニュージャージー州で過ごし、新地学協会の著名会員となり、 後には会長を務めた。さらに野球を発明したという有名な伝説で知られているが、スポーツの歴史家たち大半からは否定されてきた。ダブルデー自身は、そのような主張をした形跡はない。ダブルデーは、ニューヨーク州、ボールストンスパで生まれた。祖父は、アメリカ独立戦争で戦い、父のユリシーズ会ダブルデーは、ニューヨーク州オーバーアンから選出された。 アメリカ合衆国会議員あり、4年間務めた。ダブルデイは測量士と土木技師として2年間実務を行った後の1838年に陸軍主官学校に入り、1842年に同期56名中24番目の成績で卒業し、第三アメリカ砲兵隊の名誉将尉に任官された。同期には、ジェームズ・ロング・ストリーと D.H. ヒル及びウィリアム・ローズ・クランズのような著名な将来の将軍たちがいた。ダブルデイは当初海岸守備の任務につき、1846年から1848年は米国戦争、1856年から1858年はセミノール戦争に参戦した。1852年、ボルティモアのメアリー・ヒューイットと結婚した。1858年、 チャールストン港のムールトリートリデに転属となったが、南北戦争の開戦までに、ロバート・アンダーソン少佐の下で、サムター要塞守備隊の隊員かつ福祉機関となっていた。1861年4月12日に、南軍が要塞に向けて砲撃を開始したのに応える形で、北軍最初の砲撃を始め、これが南北戦争を始めることになった。その後、自分自身の この役割でサムターの英雄と名乗っていた。ダブルデイは1861年5月14日に少佐に昇進し、6月から8月はシェナンド渓谷で砲兵部門を指揮し、その後ポトマック軍ナサニエル・バンクス少将士団の砲兵隊を指揮した。1862年2月3日に志願兵の順将に指名され、ポトマック軍が半島方面作戦を遂行する間、 北バージニアでの任務に就いた。初めて戦闘に参加したのは、北バージニア方面作戦の間、バージニア軍第3軍団第1師団、第2旅団を率いてだった。第二次ブルランの戦い直前、ブローナー農園での戦闘で、優勢な南軍部隊に対して支配下のニコ連隊を、ジョンボン潤将旅団の援軍に送るという独創性を発揮し、戦いを膠着状態に持ち込んだ。 当時、四団指揮官のルーハス・キング順将が転換の発作を起こして指揮不能だったので個人的な独創性が必要だった。その後指揮官はジョン P ・ハッチ順将に交代した。ダブルデイの部隊は南軍ジェームズ・ロングストリート少将の軍団と遭遇した時に改装させられたが翌8月30日までにハッチが負傷してダブルデイが四団指揮を取り兵士たちを指揮して 国軍の撤退をカバーすることができた。ダブルデーはまた師団を引き、ハッチが再度負傷したサウスさんの戦い後、ポトマック軍第一軍団に割り当てられた。アンティタムの戦いでは、トウモロコシ畑と西の森での激しい戦闘で指揮を取り、ある大佐はダブルデーのことを勇敢な士官。驚くほど冷静でまさに前線に立っていたと表現した。 乗っていた馬の近くで砲弾が爆裂し地面に投げ出された時に負傷した。アンティータムでの功績で正規軍の中佐に名誉昇進し、1863年3月には、1862年11月29日付で志願兵の少将に昇進した。1862年12月のフレデリックスバーグの戦いでは、その師団はほとんど何もできなかった。その冬の間、 第一軍団が再編され、ダブルデイは第三師団指揮官となった。1863年5月のチャンセラーズビルの戦いでは、その師団は予備隊にとって置かれた。ゲティスバーグの戦い初日の1863年7月1日、ダブルデイ師団は、ジョン・ビュフォード巡承の騎兵師団を補強した2番目の不評師団となった。軍団長のジョン・イ・レイノルズが、 戦闘開始間もなく戦死し、ダブルデイは軍団を指揮することになった。その具体は午前中よく戦いしっかりとした抵抗を続けたが、圧倒的な南軍が集中攻撃してきてその前線が壊れ、ゲティスバーグの街を抜けて、街の南にある比較的安全なセメタリーヒルまで撤退した。この時の戦闘は南北戦争の中でもダブルデイにとって最高の出来であり、 16000名以上の南軍10個旅団に大使9500名を引いて5時間戦った。その7個旅団は35ないし50%の損失率を出しており、北軍防御の激しさを示している。しかしセメタリーヒルでは、第一軍団は戦闘任務に耐えられるものが3分の1しか集まらず、戦闘の残りには戦闘集団として実質的に機能しにくい状態だった。 その後の1864年3月には第一軍団が解体され、残っていた部隊は他の軍団に付けられた。7月2日、ポトマック軍指揮官、ジョージ・ミード少将は他の軍団からよりはい士官であるジョン・ニュートン少将をダブルデイの代わりに据えた。表向きの理由は、第11軍団長オリバー・オー・ハワードがダブルデイの軍団が最初に潰れたために、 国軍の前線が壊れることになったと報告したことだったが、ミードもまたサウスさんの戦いまで遡って、ダブルデーの戦闘指揮力を長く軽視していたこともあった。ダブルデーは、この霊軍に侮辱を感じ、ミードに対して長く、わだかまりを持つことになったが、師団長に戻って、戦闘の残りは、よく戦った。ダブルデーは戦闘の二日目に首を負傷し、その功績で、 正規軍の大佐に名誉昇進した。ダブルデーは第一軍団長への正式な福井を求めたが、ミードが拒否し、ダブルデーは7月7日にゲティスバーグを離れ、ワシントンに向かった。ダブルデーの戦争中の指揮官としての優柔不断さのためにありがたくないあだ名、48時間を頂戴した。ダブルディはワシントン DC 防衛軍で、大半は管理的任務に就いた。 唯一戦闘に関わったのは、1864年のバレー方面作戦で、南軍ジュバルアーリー中将がワシントンを攻撃した時に防衛軍の一部を帰した時だった。ワシントンにいる間に WD は、アメリカ合衆国議会、両院合同戦争遂行委員会で、ジョージ・ミードに敵対する証言を行い、ゲティスバーグの戦いにおけるミードの行動につて激しく批判した。 南北戦争が終わると、ダブルデーは1865年8月24日に、志願兵任務を解かれて、中佐の位に戻り、1867年9月に、第35アメリカ騎兵隊の大佐となった。1869年から1871年は、サンフランシスコに駐屯し、そこで、現在も使われているケーブルカーの特許を取得し、その運行の認可を得たが、 天任になった時にその権利を譲った。1871年、ダブルデイはテキサス州で全てアフリカ系アメリカ人からなる第24アメリカ不評連隊を指揮した。ダブルデイは1873年に退役し、1878年までニュージャージー州メンナムに住み、そこで新地学協会の著名会員となった。 この教会の創設者のうちの二人、エレナ・ブラバツキーとヘンリー・スティール・オルコットが1878年にインドに移動し、ダブル・デイがアメリカ教会の会長に据えられた。ダブル・デイは南北戦争に関する二つの重要な著作を出版した。1876年出版のサムター要塞とムール・トリートリデの改造と1882年出版のチャンセラーズ・ビルと ゲティスバーグであり、後者は南北戦争の方面作戦シリーズの一環となった。ダブルデイはメンダムで心臓病のために死にバージニア州アーリントンのアーリントン国立墓地に埋葬されている。ダブルデイは南北戦争の多くの重要な戦闘で経験を積んだ有能で特徴はないかもしれないが、野戦将軍だったが、おそらくは1839年に ニューヨーク州のクーパーズタウンにあるエリフフィニの牛の放牧場で野球を発明したものという伝説があった。ナショナルリーグの第四代会長であるエイブラハム・ジー・ミルズが主催したミルズ委員会は1905年に野球の期限を定めるよう指示された。1907年12月30日のこの委員会による最終報告書では今日得られる最良の証拠によれば 野球をする最初の計画は1839年にニューヨーク州のクーパーズタウンでアブナーダブルデイによ、考案された。と一部分で述べた。その報告書は、これまでの年月で野球に捧げた数十万の人々の検知で、また、これからそうするであろう。数百万人の検知で、アブナーダブルデイの名声は等しく残るであろう。それほど大きくはないまでも彼が発明したという事実で、 北軍の士官として輝かしく結出した経歴と同様に、と締めくくった。しかし、この主張に反論するかなりの量の証拠がある。野球の歴史家ジョージ・ B ・キルシュは、ミルズ委員会の報告を、神話だと表現した。キルシュは、ロバート・ヘンダーソン、ハロルド・シーモアとの学者たちが、ダブル・デイ・イコール・クーパーズ・タウン神話をでっち上げだとしてきたが、 それでもメジャーリーグベースボールや、クーパーズタンのアメリカ野球連動の努力のゆえに、アメリカ人の心に強力に残り続けている。と書いた。ダブルデーが死んだ時、多くの手紙や文章を残したが、そのどれも野球について一語も触れておらず、野球の進化に貢献した人間であると考えていた、兆候もない。ミルズ委員長自身が、南北戦争でダブルデーの同僚であり、 その遺体がニューヨーク市に安否された時に騎場兵の一人であり、ダブルデーが発明者としての役割を語ったことを思い出せなかった。また、ダブルデーはその発明したとされる年に陸軍士官学校の士官候補生であり、クーパーズタウンに帰ってくる機会もなかったことが証明された。その家族は前年にクーパーズタウンを離れていた。さらに、 委員会で野球にダブルデーを結びつける主要な証言を行ったのはアブナ・グレーブスであり、その信憑性が疑問視されている。証言から数年後にグレーブスは妻を打って死に至らしめており、これは心の病だったので、その生涯の残りは職法精神障害者の施設に収容されることになった。ダブルデーフィールドはダブルデーにちなんで名付けられた。 マイナーリーグベースボールのスタジアムであり、ニューヨーク州のクーパーズタウン、アメリカ野球伝道の近くにある。もともとは引退した野球選手のチームが戦う毎年の野球伝道試合を行っていたが、最近はメジャーリーグのチーム同士のエキシビションになっている。オーバーアンダブルデイズはニューヨーク州オーバーンを本拠とするマイナーリーグのチームである。 第二次世界大戦中アメリカ合衆国のリバティ戦 SS アブナーダブルデイはダブルデイの栄誉を称えて名付けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。